ルーマニア陸軍はルーマニアの陸軍でルーマニア軍を構成する組織の一つ。彼らは近年 NATO に加盟した旧東側諸国の中では装備のオーバーホールを最も完了した陸軍として知られる。ルーマニア陸軍は二度の世界大戦に参加した。そのうち第一次世界大戦では途中参戦してオーストリア・ハンガリー領に侵攻した。ルーマニア陸軍は 初戦で独王軍やブルガリア軍の反撃に敗北したが、ロシア軍の参戦にも助けられ、マラシェシティの戦いで最終的に勝利を得た。第二次世界大戦では、枢軸側に参戦して、東部戦線に加わり、ソ連軍と交戦した。大戦末期に連合国側に倉替えした、ルーマニア陸軍は、ソ連領から退いたドイツ軍を攻撃して、ソ連の反撃に助力した。 第二次世界大戦後は共産政権が成立し、ルーマニア陸軍は東側諸国軍の一端としてソ連軍を規範とした。1989年革命により民主化が達成された後、軍は深刻な予算不足から多くの近代的兵器を処分され、志願は大幅に削減された。同様に資源不足や訓練の減少によってルーマニア軍は 非常に脆弱な軍隊と評価された。1990年代後期からは、改善が図られ、国防力の見直しが進められた。1996年以降、軍の予算は4年連続で増加しており2007年には6億3600万ドルから一挙に28億ドルに引き上げられた。長年施行されてきた、徴兵制も廃止され、職業軍人化を推進している。 2007年末、軍備の近代化政策は一応の終了を見た。ルーマニア兵を描いた、絵画1848年革命の影響で、ワラキア公国で革命政権が成立すると、彼らは初めてルーマニア軍と題した組織を作ろうと試みた。しかし、オスマン帝国の侵攻で、ワラキア革命政府が倒されるとすぐに取り下げられた。 現在のルーマニア陸軍は1859年にアレクサンドル・ヨアン・クザがワラキア・モルダビア両国を統合してルーマニア公国を成立させたとき歴史上に現れた。1866年の大位までクザ公に指揮されたルーマニア陸軍は新たな君主に選ばれたカロル一世の指揮で1877年にロシア・トルコ戦争に参加。その結果として国際社会は オスマン帝国にルーマニア王国の政治的独立を承認させた。ルーマニア国内でルーマニア独立戦争と呼ばれるトルコとの戦いであったが代償も非常に大きかった。1万人の戦死者を出した独立戦争以来、ルーマニア陸軍は2度の世界大戦まで軍事行動を避け続けた。詳細はルーマニア戦線を参照。 アレクサンドル・アベレスク第一次世界大戦中の1916年8月27日、ルーマニア王国はドイツ帝国とオーストリア・ハンガリー帝国に宣戦線復刻した。これは明らかにブルシーロフ攻勢に続こうとして行われた行為だった。ルーマニア軍はオーストリア領トランシルバニアに侵攻して大ルーマニア帝国の実現を目指した。 しかしエイリッヒホン・ファルケンハイン将軍に率いられた独王軍は1916年11月に攻撃を撃退しルーマニア軍は前線から敗走した優勢を得たドイツ軍は逆にルーマニア王国領に進撃して1916年内に首都ブカレストを占領してルーマニアを占領下に置いたコンスタンティン・プレザン将軍指揮下のルーマニア陸軍残余は ルーマニア北東部へ追い払われた。モルダビアに立てこもったルーマニア軍は、ロシア軍と抵抗を続け、1917年7月から8月に、かけて、イオン・アントネスクは、アウグスト・フォン・マッケンゼン将軍の独王軍の攻撃を、遅らせる功績を挙げた。アレクサンドル・アベレスク将軍がマラシェシティの戦いで、 初めて独王軍から戦術的勝利を得たが、ロシア軍が革命で戦争を離脱すると単独で、抵抗できず降伏した。1919年、ドイツが連合国に降伏して、ベルサイユ条約が締結されると、第259条に基づいて、ブカレスト条約の破棄を認め、ルーマニアは独立を回復した。詳細は、 東部戦線のルーマニア軍を参照ン,ン・アントネスクが1940年9月に独裁者として王国に君臨するとルーマニア陸軍は数軸国の一員として1941年にバルバロッサ作戦に軍を送った第四軍と第三軍からなる遠征軍はベッサラビアと南ウクライナでソビエト領内にドイツ軍や他の同盟軍と共に進出し ソ連に割上した領土を回収した。ルーマニア陸軍は、オデッサやセバストポリ要塞を経て、ブラウ作戦で、コーカサス地方へと向かった。スターリングラード攻防戦で南北の守りを任された、ルーマニアの一大遠征軍は、1942年11月に、ソ連軍の反撃によって、第4軍、第3軍ともに壊滅的な惨敗を喫して、敗走した。 ドイツ軍はスターリングラードで包囲殲滅され、東部戦線はソ連軍の攻勢によって、島を守る戦いへと変わった。1944年4月から5月、ミハイ・ラコビツァ将軍式のルーマニア陸軍は、第一次ヤシー・キシニョフ攻防戦の間、ドイツ第八軍の協力を得ながら、ソビエト軍から自国ルーマニアの北部を防衛する戦いを始めた。 しかし1944年8月にソ連軍がルーマニア領内に侵攻すると8月にルーマニアが継続して数軸側に立っていた場合ソ連軍は半年間長く戦う必要があったルーマニア陸軍は国内からドイツ軍を追放してソ連軍を迎え入れブダペストの戦いとプラハ構成でソ連軍と共にハンガリーやチェコへ侵攻して ドイツ軍を攻撃した。ソ連軍のルーマニア進駐を参照ルーマニアにソ連軍が進駐したことはルーマニア陸軍がソ連軍との結びつきを強めることを意味した。まず軍内部からドイツ軍との協力時代に培われた方針や装備を一掃して新たにソ連式の2個師団を創設した。師団はルーマニア人の民兵や戦争捕虜を兵員の供給源とし、 ソ連軍から徹底した訓練を受けた。師団は、トゥドルブラディミレスク義勇師団と名付けられ、ニコライ・カンブレア将軍によって指揮された。もう一つの師団は、ミハイ・ラスカルによって指揮され、18世紀のトランシルバニアの反乱を指揮した三人の指導者の名を、取って、ホリア・クロシカ・クリシャン義勇師団と呼ばれた。冷戦時代のルーマニア陸軍自動車加速撃師団の編成図。 三個自動車加速撃連隊と一個戦車連隊、一個砲兵連隊を機関としている。終戦後にソ連の肝入りでルーマニア共産党が政権を奪取。エミル・ボドナラ氏国防大臣は陸軍の再建に関してもソ連軍の協力を仰いだ。東欧諸国がソ連の軍事ドクトリンに組み込まれる中でルーマニアは政治組織だけでなく軍事面でもソ連を模倣する道を選んだ。 1950年代、ルーマニア軍は12個の不評師団と1個戦車師団で編成された。1960年から1964年には、さらに狙撃師団と自動車化師団を統合して、自動車化狙撃師団に強化されたが、これがルーマニア軍の戦力規模のピークだった。以後、ルーマニア陸軍は弱体化が続いていき、1970年時点で6個。 自動車化狙撃兵団と2個戦車師団にまで縮小していた。1970年から1976年まで3個自動車化狙撃士団を増設したが、1977年に元に戻された。結局、冷戦後期には8個自動車化狙撃士団と3個戦車師団が状態化した。1980年代の間に、 陸軍は14万人の人員で構成されており、北部、西部、南部に分割配置された。有事には、それぞれの軍管区の中心地が司令部となり、8個自動車化手団と2個戦車手団に、加えて3個空挺連隊と4個山岳連隊が動員可能となっていた。自動車化狙撃手団は1万2000名の要員からなり、3個連隊と1個。 戦車連隊で編成される完全なソ連式編成で、対空連隊、砲兵連隊が、不評連隊や戦車師団の行動を助けた。1980年代後期には2個砲兵大隊、1個自走ロケット大隊、1個地対空ミサイル大隊を含んだ、地対地ミサイル大隊は3つまたは4つの分隊に分けられ、各々が1機のミサイルランチャーを備えていた。 フロックマイナスサントスカットを運用し、命中精度は低いものの核兵器や化学兵器を弾頭に使用することで破壊的な威力を維持していた。1988年、ルーマニア陸軍の内部関係者は、ルーマニア軍がミサイル用の化学兵器弾頭を製造していたことを認めた。冷戦終結後、革命により共産政権が倒れた後の深刻な経済難で、 主要な手段は解散され、多くの機材は段階的に排除されたか廃棄された。再編が行われた1990年代後半のルーマニア陸軍の状況は深刻で、軍の予算は1989年から3年も減額を続け、機材の50%は30年以上前に製造されていた。そして、装甲車両の60%とミサイル部隊の85%は、 使用不可能な状態だった。燃料と訓練の不足のために、ルーマニア陸軍の戦力は非常に低く評価された。1996年以後、事態を重く見た政府は軍の再建に乗り出した。革命以前や直後のルーマニア陸軍には特殊部隊という概念がなかった。国内の情勢が安定してきた2008年8月、ルーマニア陸軍初の特殊部隊である。 第一特殊作戦連隊が結成され、その後、第六特殊作戦旅団、ミハイビテアズルヘト部隊を発展させた。有志連合のルーマニア軍休憩中にチェスを刺す、兵士対テロ戦争には、イサフとして参加しており、2014年に大半の部隊が撤収した後も警察に対する訓練のため駐留している。革命前や、軍の再建以前は、ソ連製、または、 その独自の改良系を運用していたが、軍が再建に乗り出すと、アメリカやスイスなどの西側諸国製の兵器が、特殊部隊を中心に配備されるようになった。マリー -84 不評戦闘車、MLVM 不評戦闘車特殊部隊が、運用憲兵隊が運用 M81 榴弾砲、PSL 狙撃銃を手にしたルーマニア陸軍の、狙撃兵予備役部隊のみ。謝罪型のみ。 車載型のみ、ありがとうございます。